はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回もですね、メインストーリー5章美貌の圧制者の続きの方やっていこうかなと思います。いや、前回なんですけれども、いよいよオーディションが始まるぞっていうところで、みんな談話室で待っているところで、オルトキュンが兄さんの悪口言わないでって起こしてるところで終わってました。かわいいね。はい、お迎えは、マレウス・ドラコニア君のブルームバースデーですね。あー、見てこの表情、すごくキャワイイ。はい、ごめんなさい、メインストーリーの方ですね。いつもホームに気を取られるのよね。とりあえず十何話だっけかね。14話からですね、熱中デベロッパー。デベロッパーって何？毎回思うけど横文字がわからんのよ。熱中デベロッパーを見ていこうかなと思います。この学園、耳がいいやつ。確かにね、確かにそうだけれども、まあ、おるときは特別だからね。あ、そうなんだ。だからちょっとね、イデヤ氏のこと言っちゃってるの聞こえちゃった。50メートル。すごいや。さすがヒューマノイドオルトやで。そんなに耳が良いやつは、確かにイリちゃまよりももしかして耳がいいのかな。兄さんはすごいんだ。オルトキュンってね、このそうでしょうとかいいでしょうっていう、このねでしょうのもう語尾がめちゃかまなんですよね。私大好きです、オルトキュン。ごめんなさい、イデア氏のこと言ってますね。僕を学園に連れてきたわけじゃないよ。いや、寂しかったのもあるかと思うよ。ごめんなんて、ケイ君ちゃんと謝れるいい子です。あ、そうなんだ、やっぱり噂になってるんだ。ちゃんと、にょーちょーと、にょーって言っちゃった。かわいそうが天元突破しちゃって、にょーって言っちゃいました。おるときもちゃんとごめんなさい。みんなごめんなさいできる。もうこの子たち、いい子。そうなんですよね。イデア氏が応募したのかな。あ、でもおるとくんが自発的に応募したんですかね。寮長会議とある日のイデア氏ですね。研究発表の練習します。あ、この前のか、この前のあの件ね。何万回脳内シミュレーションしても、人前でハキハキ研究発表するな。なんかいいイケボじゃない。ちょっと待って。あれ、ここなんかあんまり覚えてないな。なんとかすると考えた結果、あ、そうかそうか、これもしかしてあれなの、あの電子的なイデア氏の声なの。すごい。さすがイデア氏やで。道理でハキハキだじゃん。自分でちゃんと言ってる。もう本当に滑舌よでイケボですね。絶対に誰も気づかない。確かに、ちょっとあれ、なんかいつもと違うかなって思ったけど、確かにイデア氏だこれ。すごいイケて、もうすごい好き、この喋り方。めっちゃいい声しとるな。これなら質疑応答も。今気づいたの。いや、なんて言ったって CV 内山幸喜ぞ。イケボに決まってるじゃん。本当天才。もう天の才です。なあ、こっちが通常のイデア氏ですね。先輩も頑張ればできるじゃん。いや、絶対これ聞いたらね、そう言うと思うよ。口パクに気づかなかったんでござるか。これだから素人は煽ってやがる。いや、本当にイデア氏ってこういうところないよね。いや、本当に意地悪しちゃダメだよ。リドルはもう本当にね、すぐうぎっちゃうから。先輩みたいなもんでしょ。なるほど。まあ確かに一理ある。合成音声の世界の実そうだね、確かに。最近バーチャルアイドル、なんかバーチャルじゃなくても、な、現実世界か、もうこの現世でもなんかそういうのあるって言いますよね。楽しそうですよね。一回私もやってみたいな。よし、兄ちゃん、なんかもう兄ちゃん、もう弟がもうやってみたいなって言うとすぐ実現をね、もう可能にしてくれる。さすがイデア・シュラウド。それが搭載されて今回オーディションに参加したんだ。ああ、なるほどね。あ、そうか、2人で決めたんだ、このオーディション。すごい。なんかボカロみたいですね。
あ、はい、終わりましたね。まあ、とりあえずオールト Q の機嫌が治ってよかったです。14話が終わりましたので、次が15話の、オーディションが始まってしまう。開幕オーディションということで、あら、ちょっと待って。みんなのねじれたリズムが聞けるんですか、ついに。楽しみ。特にジャミル・バイパー君のねじれたリズム聞きてえぞって言わ、楽しみですね。ドキドキしてきた、大きがしてきましたよ。もうこんな、もうみんなにこやかだけど、私だけすごい動機してるよ、大丈夫？結構ありかも。みんな気も座ってるね。やっぱりボカロみたいなやつですか、ボーカロイドというやつですか。うわ、私もやってみたいんですよね、それ。話が全然わかんねえんだ。グリタ、そっか、グリタンのね、まあ生きてる中ではあまり、あ、見せてくれるの、ケイ君。私も近づいていいかしら。企業 CM を先に、CM 企業、まあ YouTube みたいですね。ネイジ、ここでネイジか。うわ、素敵。知ってる？願いが叶うの？うわー、その魔法のドリンクください。買い占めます。赤く色づく恋の味、恋の味だって。やだ、ちょっとネイジュ、ネイジュリューバンシェ。新発売の商品は抑えとかなきゃ。そうなんだ、購買部、そう、購買部でも売ってるかな。いやー、ネイジュの笑顔素敵、キラキラしてる、きらめいてる。先日寮長会議で、確かに覚えてたんだ。リリちゃんはさすがですね、記憶力。VDC に出場するらしいぞ。そうだよね。もう本当に素晴らしかった、あのお歌。この大会、そんな有名芸能人も出るんだ。そうなの、だからね、もうなんかメディア関係がすごくてえげつなくて。出場できたら、リュウ君は闘志燃えてますね。ケイ君も、ケイ君、ケイ君はとりあえずバズりてえぞっていうね。強い意志のもとやるみたいですね。チャンスがあるなら、そうなんだ、マジカメもちゃんとやってるんだ。ネイジ君と一緒に映れたりしたら、確かにね。いや、バズりてえよな。わかるわかる。もっとスマホ下げてくれないと動画が全然見えないんだよ。ごめんね、そうだよね。グリタン身長70センチだもんね。動画を壁に。あ、すごい。あ、このプロジェクターというのはあれですか、オルト両服のパーソナル。わあ、何の音ですか、何の音ですか。すごい、フォームが集結して、すごいきらめいてる。これはもはや目がーってやつじゃない。目がイカれるやつじゃない。わかりますよ、ビール・シェーンハイトでしょ。いや、ほんとこの3人が並ぶともう顔面偏差値がぐっと上がるのよね。ほんと素晴らしい、このビル様。もうアルクハも素晴らしいし、もうエペペもね。いやー、ほんとに選抜メンバーのオーディションを始めた。拝みて。ここが神の領域かなっていうね。ここが極楽だったか。なんかあそこが五光みたいに見えるもんね、なんかね。とりあえずオーディションが、オーディションが始まろうとしてますね。ルクハンに、MC が変わったのかな。審査ポイントは、あ、そうですよね、ねじれたリズムを歌って踊るあれですね。名前を呼ばれた人が、3人ずつするんだ。始まってしまう。ドキドキする。最初は誰なのかな。終わった。開幕したけどまだ歌ってませんね。次から歌うんだ。じゃあもう見るじゃん。リズミックだ。何のリズミック。ジャミル・バイパー君はねじれたリズムで踊ってますか。でもとりあえずボールルームに来たので、始まるみたいです。とりあえず興奮してますけれども、みんなの歌声はちゃんと聞くからね。黙るからね。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春一も愛嬌さ、構わないよ、ちょっと悪いくらいがいいじゃない。やばかったですけど、もうちょっと、もらはんきった、あなた、お歌も歌えるんですね。初ボーテ100点が出ました。もう、ルクハンといえばボーテ100点ですからね。次だ、次も聞きますね。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春一も愛嬌さ、構わないよ、ちょっと悪いくらいがいいんじゃない。
ちょっと歌うますぎない？ちょっと歌うまいけれか、もうめちゃくちゃうまいよ。もうさすが慶応の家で、もうどうしたらいいの？もうすごくかっこいい。もう CD 貸してほしい。お願いします、ソロで CD 出してください。あ、次誰かだ。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春意地も愛嬌さ、構わないよ、ちょっと悪いくらいがいいじゃない。え、ちょっと待って、どうやっちゃうあれ、ちょっと待って、リリーちゃま、え、いいの、そんな色気のある歌声でいいの？あ、確かに、確かに妖艶ですよ。すごいエッチだなって思いました。ちょっと、よだれ出ちゃった。あ、次誰だろう、誰かな、オルトキュン、じゃあ、オルトキュンだっけ、あ、オルトキュン。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春道の愛嬌さ、構わないよ、ちょっと悪くないがいいじゃない。完璧なる機械よすごいホルトキュン、まだ確かに、え、まあ今時っちゃ今時ですよね。もうこんな心地よいよ、なんか聞き慣れている音でね。あ、ボーテ100点出ました。限度があるわ。うーん、確かに。あ、次誰だろう。あ、ついにスカルビアなのか。あ、カニラ君。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春意地も愛嬌さ、構わないよ、ちょっと悪いくらいがいいじゃない。うわ、伸びがある歌声で本当に素敵。熱さの上を吹き抜ける一陣、うん、いやー、そうなんだ、ダンスもやっぱり素敵なんだ。うん、本当に軽やか、軽やかで、もうなんか伸びがある歌声で本当に素敵。次ジャミルバイバー君じゃない？ねえねえ、いやだ、どうしよう、ジャミルバイバー君が来ちゃうじゃない。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春吉も愛嬌さ、構わないよ、ちょっと悪いくらいがいいじゃない。マルチシュミルワイバーク、ビーブラートがすんげえもう悪いくらいがいいじゃない、いいじゃない、でもさすがすごいかっこよかった、シュミルワイバーク。ほんとそだ、ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春意地も愛嬌さ、構わないよ、ちょっと悪いくらいがいいんじゃない。心が浄化されましたすごい、いや可愛かった、うん、愛らしかった今の歌声、すごく可愛い、なんかいつものエペペよりちょっと声のトーンが高かったような気がします。可愛かったです。もう私的にはボーテ100億点差し上げたいなって。あ、ミスしたんだ。そう、なんか全然完璧なイメージだったけれども、私的にはね全部満点をつけてるじゃない、真面目に審査する気ある。だって全員良かったもん。しかし、そうだよね、もう全員で出ようぜ。整った美もあれば、うん、そうだね、うん、そうだよね、いびつ、でもいびつの子いたかな、あんた、あ、みんな違ってみんないい次で最後のグループは、うん、あ、最後ですって、あ、もしかしてマブたちかな。いや、マブたちもね、あ、でもマブの歌声聞いた覚えがないんだよな。うん、あ、私もですか、ワイ監督生もですか、ねじれたリズムで踊っていいんですか。あれ、なんか3人1組って言ってた、あ、そっか、でもグリタンとね、ワイ監督生は2人で1人の生徒だからね肩車してやろうか、うん、あんたたち、あ、そっかそっか、これで再会ですね。あの時はマッシュポテトに調理していただき本当にありがとうございました。マッシュポテトなりに練習してきました、うん、あ、もしかしてリズミックって、このリズミック、マブラのリズミックだったんだっけ。あー、全然覚えてない。あ、リズミックですねあー、覚えてないぞ。ねじれたリズムのあれですか。うん、あ、でもなんか、あ、なんかこの BGM 的に、あ、そんな感じしますね。うん、うんうん、そうだね、うん、マブ頑張ってどうしてもジャガイモにしたいらしい。うん、うん、頑張るからね。あ、グリタも頑張ろうね、一緒に。うん、あ、かわいい
いやこれは大丈夫でしょう。青と赤だし。そっかそっか。あ、懐かしい。あ、そういえばありましたね、この矢印のやつ。五章でもこの矢印のやつあったんだ。これ私苦手なんですよね。あの星部のリズミックもありますよね、この矢印のやつ。いや苦手なんだ指の滑りが悪くてねまあイージーなら大丈夫でしょ。はい、とりあえず前半終わりましたね。どうかな。うん、白鳥だって。ありがとうございます。今はまだ飛べないけれども大空に羽ばたきたいと思いますうん。おお、リュウくんすごく素直。100点。確かにね、ボーテ100点はもうすげえかなって思っちゃうよねでもルクハはみんなに言ってるんだねはい、後半ですね。やっぱり矢印あるか。まあ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 いいでしょう。グリタンかわいいね。あ、キュッくんキュッくんも、あーかわいい。あらなら、あー頑張った。やっぱり練習の成果出てるねまだここで紫ノーツあるかな。5章で紫ノーツはやだな。あーでもなんか私まだリズミックで全ノルマ達成してないの5章だった気がするな。紫ノーツだった気がするな。あ、とりあえず終わりましたいやーどうかな、これからのリズミックちょっと大変そうだな。うん、まあ、とりあえずこれがね終わったのでいいかなとは思いますが。あーちゃんと挨拶できる、いい子。あー、四足歩行グリタン歩くときは四足歩行とりあえず、でもだってはい、とりあえず終わりましたね。ああ、よかったです。フルコンボ行きました。とりあえず今日のところはここまでにしておきましょうかね。ねえ、ジャミルバイパックのねじれたリズムが聞けたことですし。かっこよかったね。本当に推しはかわいい。ま、みんなのね、歌声も素敵でしたけれども、やっぱりジャミルバイパックごめんなさいに、ひいきばっかりしちゃって。ジャミルの歌声がすごくちょっと甘がみしました最後の最後でちょっとろれつもやばいことですし、今日のところはここまでにしたいかなと思います。またあのイベントとかガチャがない時に続きの方をやっていこうかなと思いますので、皆様もお手すきの際にご覧いただければ幸いです。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うっぽまつです。